はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はファミスタークライマックスドリームペナントの、実は4週目のドリームファイナルまでやってきました。なので、今回はナムコスターズとのドリームファイナル第1戦目をお送りしていきたいなというふうに思っています。では早速ですね、試合の方をやっていきたいと思います。実はですね、第1週目でこのドリームファイナル敗退してしまったことによって、最短だと第4週目で、第3週目で出てくるナムコスターズかな、違う、コンピューターの強さをレジェンドにすることができる最短の4週目で達成することができなくなってしまったことが分かりまして、急遽ですね、第4週目も裏でこそこそプレイの方を進めてました。で、今回その第4週目の最後のドリームファイナルという位置づけになっています。で、4週目までやってくると選手もそこそこみんな育ってきてまして、一番荻野も総力 S とかになってます。荒木もね、バントは A プラスとかになってますし、岡島もかなり強くなってます。で、メヒアもパワー S。で、5番に柳田をゲットすることができたので入れてます。これゴールドカードです。で、6番にはショート坂本、ちょっとね、打てるショートが欲しかったんで、坂本がね、手に入ったのは大きかったですね。で、7番吉川で、8番の小林も銀色カード、しかも13まで上がってます。で、ピッチャー陣の方も、リリーフ陣から西村、内、山井、このあたりはね、フォーク持ちで固めてます。もしくは落ちるスライダー系ね。あと千賀で、菊池がね、大フィーバーしてまして、かなり強くなってます。銀色カードまで昇格して、9位も A プラスですね。で、今村と、うちのチームのエース。じゃあこれで、試合の方やっていきましょう。ドリームファイナル第1戦目、ナムコスターズとの一戦です。まずはね、先制点を確実に取りたいんで行きたいけど、荻野の足でもダメか。ちなみに荻野は内野安打のレベル2のスキルをつけてます。初球を打って荒木も一塁は際どいタイミングだけどアウトですね。さあ、ここからはホームランが狙えるバッターが続きます。まずは岡島ですが、ここはスタンドまでもう一歩というところですね。ただスタンドが異常なほど高い壁に覆われてましたね、今見た限りだと。で、先発は杉内。ドリームペナントに関しては3回制でやっていたんですけど、ドリームファイナルは、おお、早いな、ピノは。9回制になってますんで、杉内をできれば4回ぐらいまでは引っ張りたいなとは思ってるんですけどね。よし、ピノが走ってくれたおかげで三投阻止できて2アウトまで来れましたね。となると警戒するべきはホームランだな。ホームランだけは警戒していきましょう。さあ、1回の攻防終わって2回の表、これは切れないぞ。よし、早いな、送球も送球も素晴らしいな。今の当たりでいけないんだな。これは入るんじゃないか。とはいえ、よし、頼りになるね、柳田は。で、強打者が続きます。坂本、初球を打ってセカンドゴロで、吉川もレベルが10まで上がってるんですね。なので、まあそこそこ、まあそこそことかっていうと怒られちゃいますけど、まあ使える、期待の持てるバッターに育ってるけど、ターボは打てないな、決め球ターボ。まあ、ただ柳田のホームランで1点先制点を挙げてます。迎えるバッターパックはパワー S、 しかも88か、ちょっと怖いな。レフト方向は今のこのモンスターフェンスみたいなやつで、ホームランはそうそうは出ないかなっていうね、厚い壁に覆われてましたよね。それはピッチャーとしてはプラスの要素かな。
一塁抜かれたか。これは三塁まで行かれないようにだけちょっと二塁で止めましょう。ワンアウトながらランナー二塁か。なあ、同じようなところ抜かれたな。これは一塁ランナーじゃない、二塁ランナーは帰ってきますね。さあ1対1に追いつかれたぞ。ここはなんとしても同点で食い止めたいところですからね。フォアボールでギル。このギルもかなり強いな。こうやって見るだけで強さが分かりますよね。ミートパワー総力が AAA。 ちなみに肩はそこまでではないかな。でピッチャーのピピも総力高いな。これは変に内野ゴロ打たれると内野安打の可能性もあるかなっていうぐらいの足ですね。 BR ってなると。よし、ここは空振り三振で杉内が抑えましたね。さあ小林からの3回の表の攻撃。まずは小林が出てくれないといけない場面だけど、これは三塁線ファールボール。決め球が来るとまずいな。ちょっと今決め球を意識しすぎてしまいましたね。杉内の当たりはショートへのポップフライ。今みたいなイージーな当たりだとね、ちょっと可能性は低いですよね。荻野は2球で追い込まれて最後も空振り三振。やっぱあのちょっとターボのイメージがありすぎて、早めにボールの見極めをする前に振りにいっちゃってますね。これは大きな当たりですが切れていきます。ピノは出したくないからな。よし、空振り三振ですね。総力99。マッピーに関してはバントが S になってますね。さあこっから怖いバッターが続くんで、ちょっと気をつけていきたいところ。小林は肩はいいですよ。よし、小林が刺してくれるんで走ってくれる分には大歓迎だけど、追いつけなかったか。これは三塁まで行かれるぞ。岡島の足でもいけない、取れないボールだと今飛びついた方が良かったのかな。で怖いバッターが続くね。ここはどうしても0点で抑えたい。ただなかなかやっぱりぐはー、ちょっとフォークが落ちきりませんでしたね。しょうがないな。これも大きな当たりで切れていきます。2点ビハインドか。これも大きいぞ、大きいぞ。危ない危ない。普通の球場なら確実にスタンドに入ってるボールでしたね。これ以上の失点はちょっとまずいな。そして杉内のスタミナがもう瀕死に近くなってきてるな。さあこの回は2番荒木からの好打順なんで、1点ずつでもいいんで返していきましょう。これは2塁までいけるかな。いけるね。よし、ノーアウトランナー2塁で3番岡島だ。ここはちょっと思い切って狙っていきましょう。どうだ。これもね、大きな当たりで普通の球場ならスタンドに入ってそうな大飛球ですが、まずはタイムリーツーベースで、さらにメヒアへと続いていきます。どうだ。このメヒアの当たりはショートへのイージーフライですね。ただただ先ほどホームランを打っている柳田へと続いていく。ここは力が入る場面ですね。どうだ。かなりクリティカルに
入ったけど、よし、タイムリーツーベースで追いつきましたね。で坂本だ、よし、オールセーブですね。こういうフィルダースチョイスが結構ファミスタだと起きるんで助かりますね。さらに吉川の当たりはタイムリーになる。よしよし、勝ち越しだな。この回に一気に試合を決めてしまいたいな。これはどうだ、切れないね。よし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 、さらに追加点で3点リードに変わって、ここは杉内をもう早いですが変えていきましょう。ビシエド、どうだこのビシエドの当たりは、いい当たりですがセンター追いついてます。なんかめっちゃポロポロボールが来るな。これならもしかしたらあのタッチアップできてたかもしれないですね。もったいない。さあさらにもう 1,2 点追加点欲しいですけどね。ナムコスターズの打線かなり強力なんで、一度捕まると目も当てられない状況になり得るんで、追加点取れるんだったらバシバシ取っておきたいですね。さらに1点追加点、いい感じできてるぞ。これはピピが投げてる間にもう1点2点取っておきたいですね。どうだ、荒木の当たりは切れていきます。追い込まれてからのターボが来ると絶対打てないんで、ってターボを意識するとこうなるんですよね。またターボ1球しか見てないんですけど、そのターボの怖さが完全に体に染みついたな。でこのうちはですね、僕の大好きなフォークボールは持ってないんですが、代わりに落ちるスライダー持ってるんで、縦のスライダーですね。まあ効果的にはほとんど同じなんで、あの重宝させてもらってます。これは二塁まで行かれるかな、三塁まで行かせないようにしましょう。で、ここでピピに代打送られますね。さすがにリサミート A プラス、ナイスキャッチ。岡島だと足が速いんでね、今のも追いつけますよね。抜かれた、ちょっと迷ったな。まあ当たりとしては打ち取ってただけに、しかもセカンドとピッチャーがキャッチボールをしている間にピピにホームに入られると、これはちょっともったいない2点の失点だったかな。まあしょうがないですね。まあただここ3番からなんで、しっかり追加点を取ってダメ押し点を取っていきましょう。トラクタービームは打てないな。トラクタービームを見せられた後のあの割にはうまくヒッティングできたな。よし、ノーアウトランナー三塁。これで犠牲フライでもいい場面になったので、打てないね。トラクタービームは絶対打てない。その後のこのフォークも打てないですよね。ストレート待つしかないな。どうだ、よし、ちょっと強振に切り替えちゃったんで、強振を一回使っちゃったのがもったいなかったかなって感じはしますが、確実に1点取りました。そして柳田だ。柳田強すぎるからな、彼がいるだけで本当に打線に厚みが、本当に厚みが出るの意味が分かりますよ。これは大きい当たりだけど、ちょっと上がりすぎかな。3番岡島、4番メヒアの次に5番で柳田がいるっていうだけでね、だいぶ、おっと追いつくか、ポテンヒットになるかと思ってランナー出しましたが、ダメでしたね。ちょっと攻撃も守備もちぐはぐな部分があって、もう少し楽な展開にできそうな場面もあるんですけどね。まあ、ただリードして
終盤に入るっていうのが重要ですからね。さあここは落ちるスライダーで空振りを取っていきます。でこっから怖いバッター続きますからね。パワーが A 以上。これは入るか。あー危ないな。平野に関してはパワーが S プラスになってましたよね。さらにサンドラはパワーが A プラス71。ちょっとこのあたりは怖いな。ただ追い込んだら落ちるボールがあるんで三振を狙っていきましょう。でもうスタミナはあまり気にせずにリリーフでつないでいく。でできればおーうまいね。マッピーは守備が2連勝して3戦目には持ち込ませないっていうのがねいいかなと思います。なんでうちはちょっとそのまま打席に向かわせましたが、ショートゴロじゃないセカンドゴロですね。さあ荻野だ。ここはちょっと緩いボールで揺さぶられてますね。ただただ荻野の足ならこの辺りでも二塁に行けるのがファミスタで、つなぐのがうまい荒木なので、これ外野まで行けば帰ってこれるか。さすがにこの前進守備だと荻野の足でも帰ってこれないですね。ただここで岡島なんでちょっと一発狙っていきましょう。ちょっと根元でしたかね。バットの見せ場は作れたかなと思うんですけどね、今の回も。さあ追い込んだらもう確実にアウトカウントが取れる三振を狙いに行きましょう。これは当たりはちょっとヒヤッとはしましたが上がりすぎですね。これで2アウト。ピッチャー泰造のところにベラボーマンが出てきたな。ベラボーマンは何がベラボーなんだって話だけど、ただここはこの一塁線を抜かれる当たりが多いな。で1番に帰ってくるんだな。ピノはこれ内野ゴロ打たれると確実に内野安打になる。この足の速さ S プラス。7回まで4点リードできてるんで、ちょっとこのリードをさらに広げて安心しておきたいんだけどな。どうだ。メヒアの当たりは入らないか。メヒアの足だとちょっと今の当たりでも二塁までいけないですね。普通の球場だったら今の当たりは多分ホームランになってるかなっていう当たりですけどね。ここはレフト側にはめちゃくちゃ厚い、高いって言った方がいいのかな、フェンスがあるんでなかなか入らないけど。で7番吉川、これはゲッツになるな。戻れませんでしたね。さあうちはもうこの回スタミナがなくなるまではちょっと投げてもらいましょう。もちろん2連勝して終わらせるつもりではいるんですが、ピッチャーに余裕がないというのは事実なんで。先頭打者マッピーを2塁打で出してしまったので、ここは落ちるボールで確実に三振が欲しい場面。よし、ワルキューレを空振り三振。 NPB の方はもうそろそろ交流戦が多分始まるかなって頃ですよね。これは入るか。いやーパックはすごいな。このモンスターフェンスを越えてホームランだな。でここでうちの体力が完全に切れたので山へとスイッチしていきましょう。いやー今の当たりも強烈な当たりだったな。一塁はセーフですね。ツーアウトまで来てるんで、なんとかこの回これで抑えきれてよかったなーって感じだな。
で小林からのピッチングですが、ピッチングじゃないバッティングですが、まずは小林がセンター前で、ここで山井に代打を送る余力がないんで送りバントにしましょう。ただ送りバントはあっさり失敗したんで荻野だな。この荻野のワギアコプターは結構打ちやすいな、思ったよりは。よし、この辺りで二塁に行けるから本当にありがたいな、荻野の足は。で荒木だ。荒木に関してはきっちりつないで3番岡島、よし、フィルダースチョイス。これで岡島、メヒア、そして柳田へと続いていくんで、ここで一気に試合を決めに行きたいですね。さあメヒアだ。すげえこれ、何半端ねえ。今みたいなカーブを描くんですね、ワギャンの。ワギャコプターを打つと、柳田もうまく合わせてくれたな。よし、ちょっと余裕が出てくる得点差になってきましたね。7点差、8回で7点差あれば。ワギャコプター、ワギャコプターはこれ普通に打つと絶対ファールになるんだな。流し打ちにするとさっきのメヒアの当たりみたいな感じになるんですね。これもいい当たりだぞ。よし、いやー、選手能力では完全にナムコスターズに太刀打ちできないですけど、頑張ってくれてますね本当に。ワギャンもノックアウトだ。これでもう1点取れれば。ピッチャーを温存して、ここはゲッツーですね。コールド勝ち狙えるかって言おうとしたところだったんですが、やっぱりそうは簡単に終わらせてくれないね。ここはギルがまずは出ますね。これ二塁に投げるときアウトにできたかな。ちょっとそういう意味ではもったいなかったかな。ただゼビウスに関して言うと走力が G だ。走力 G の選手って初めて見たな。今まで走力 G の選手はピッチャーも含めて見たことなかったんですが、相当足が遅いんだわ。走ってくれた、これはでかい。小林はクイックスローをつけてるんで、スキルで走ってくれるとかなりの確率でさせますね。というか今までですとシーズンを通しても、まあ、もちろんこのドリームファイナルはね、今皆さんと一緒にプレーをしてますけど、盗塁阻止率は 100% ですね、小林は投げたら。本当小林は肩が強い上にクイックスロースキルでつけたんで盤石な感じになってますね。一塁はセーフ。まあ、荒木も走力 A あるんで、まあなかなかゲッツーにはならないかなというところですね。ザッパー、決め球ザッパー打てないな。ザッパーは打てないわ。ミートができないですよね、あのボールの動きをされると。さあそしてメヒアだ。どうだ、上がりすぎたかな。なんかね、ナムコスターズにホームランバンバン打たれてるんで、こっちもね、柳田だけじゃなく、ザッパだな。ホームランをねちょっと1本ぐらい打てるんだぞってところ、どうだ、柳田だ。頼りになるわ本当に。負けじと坂本の当たりはセンター落下点ですね。さあこの回も山井でいきましょう。
ちょっとタイミングが合わなかったか。おお、ちょっと余裕をこきすぎてるな。西村健太郎を温存できればなおよし。さあ、タッチアップはどうだ。柳田肩もいいからね。今の当たりでも帰ってこさせないっていうね。で、特大ホームラン打たれたー。パックーって言おうとしたらまた打たれたね。パックはマジで強えわ。本当に強い。いやー、これ大量得点できてるから、なんていうのかな、余裕しゃくしゃくでプレイしてますけど、これ僅差でこの9回裏とかだったらかなり心臓バクバクするな。ちょっとサンドラは確実に三振で切って取って、ツーアウトにしてタロスケだな。タロスケはホームランはないかなっていうところですが、最後は、まあ、いい当たりでしたが、レフトライナーに打ち取って、まあ、点差で見るとね、大勝利って感じですが、内容は結構厳しい内容だったんじゃないかなとは思います。というわけで、ドリームファイナル1戦目は無事に勝利で、まあ、飾ることができましたね。さすがにドリームファイナル勝つと、しかもこんだけ点取ると結構経験点はくれますね。これはチームポイントも上がるね。結構選手能力が上がって、選手ランクが上がると PP も使ってきて、1070でもね、足りないぐらいになってきてはいるんで、本当に、ちょっとでも上がると嬉しいですね。はい。というわけで、4週目のドリームファイナル第1戦目、ドリームスターズとの一戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はね、2連勝を気持ちよく決めるために、2戦目挑んでいきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。